徳良新吉は朝日放送の元アナウンサー。戦時疎開先の長野県で誕生し、戦後は兵庫県神戸市で育つ。関西学院大学社会学部卒業後、朝日放送にアナウンサーとして入社。同期には犬井隆介、島田孝彦、村田義雄がいた。その後、テレビ制作部に移動。新婚さんいらっしゃい。 藤山博美主演の小畜新喜劇の舞台中継、おはよう朝日ですなどを担当する。その後、関連会社の CS 放送をスカイエーに出向。ケーブルテレビの営業として全国を巡り、マルチメディアやデジタル化を肌で学ぶ。本社に起任後は、デジタルメディア局長として2003年の地上デジタル放送開始に向けての社内外の体制づくりに貢献した。 2006年の定年後は、社友会事務局長を務め、2009年3月末で退職。退職後は、在職中から手掛けていた、書籍、放送とは何か、の第三部を出版。同志社女子大学嘱託講師、関西学院大学非常勤講師として、メディアの研究、教育に努めている。また、サンテレビボックス席の実況などで知られる。 現役最高齢のスポーツアナウンサー、西澤は、母方のおじで大学の先輩にもあたる。ありがとうございます。